はい、デジラボチャンネルのモアレです。夜でーす。キキでーす。デノでーす。ポケモンしゃべったの。はい、というわけでね、今回もデジモンの体験動画撮っていきたいと思います。はい。じゃあ、夜さん使うデッキをどうぞ。はい、今回ですね、僕が使う紫の、診断カードということで、ビリアルバンデモンですね、新しいカードが来ました。はい、ビリアルバンデモンということはもちろん、及川幸雄、ユキ、そして、なんとテーマーでアルケニモン&マミーモンが来るっていう、まさかのね、ね、これは、人なの一応ちょっと人に化けてるから人。はい、もちろん。ね、デジモンもちゃんといますね。マミーもアルケニモンも入ったこのデッキで戦っていきたいと思います。本当にあれアルケニマミーって本当にあのベロ2後半の、ね、敵組だよね。割と人気の高いね、起きたかったかな、分かんない、高いと信じてしかもまあなんかバンデモンって結構あの前の段からね強化がずっと続いてきてるから、うん、うん、バンデエースとか、そうですね、今だから余計にどんな動きするかが気になるところですね、うんうん、割と紫の中でもなかなかこう変わった動きをする分類のカードかなと思う。なるほどね。はい、それをうまく見せていけたらいいかなと思ってます。はい、対するモアルの方は何でしょうか。まあ夜さんが紫っていうことでね、今回僕も紫でねあの戦おうと思って、あのインペルドラゴンインペリアルドラゴンの紫赤バージョンを今回診断で登場した大好き&ケンとリノビーモンたちを使って、ちょっといつもと違った動きのね、あの紫赤インペで対戦していきたいと思います。あー、はいはいはい、なるほどね。せーの、ダイスロール、ま、3。待って、待って、さすがゼロの男、前の試合もそうだけどゼロだったんだけど、どういうこと。せーの、デジタルゲートオープン。負けた。はい、いきます。はい、育成、プチメラモン、はい、ゼロコストではバクモンに進化します。進化誰だバク2でアナログの少年使います。アナログデッキの上から3枚アップしてデジモン、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 ファースコモン、ここ欲しいのはバケモンかな。バキキキ回収して、はい、バキキキってなるいや考えるな、ここファスコだな、ファスコ回収します。ファスコ残りはさっきで、はい、で2で渡し、よかったっすね、制限食らわなくて。確かに本当に制限食らったら泣いてしまう。アナログちなみに何枚持ってたっけ。20。やっべえ、パラレル20枚やべえよ。本当2でもらいます。ドロいって、シャオモンで紫紫対決いったやん。まあ、とりあえずまずはね、2コストでウィズアムトレーニング2枚オープンして紫のカード1枚キャッチします。ワームモン、インペラドラモン、ドラゴンモードでは、ここは、ワームモン超えてドラゴンモード下に送ります。ゼロ、うん、コストで、シャオモンをワームモンに進化します。1枚ドロー。レベル3いなかったな。違うよ、進化したいカードが違っただけだよ。2コストでアロー3枚オープンします。1、2、3、アンビリーバボー、 V モンキャッチして残りのカード全て発揮して終了です。それさえこのモアソス聞いたモアソスでは2でいただきます。ドロー。ではこう育成爆問前へ出ましょう。あの余談だけど俺がアナログの少年使うことがめったにないんで、俺自身が。そうですか。では爆問でセキュリティアタックです。ドラゴンやべえ、やべえ、初めちり爆問の効果で、1枚ドローします。プチメラモンの効果で1枚ドローを敷いて、まあ、ここ追いかゆきを発揮します。ゆきでは、ここはじゃあ4コストを支払って、アルケニモン&マミーモンを登場させて2で渡します。2でもらいます。ドロー。育成このままで、じゃあこちらも4コストで、大好き&剣を張って2でお返します。じゃあ2でいただきます。ドロー。育成入ります。はい、1メラモン。では0コストでここはこっちだな、爆門に進化します。進化でワンドロー。マミーモン登場させるときアルケニモンマミーモンを消滅させることで、支払う登場コストマイナス3なので、これは3コストで登場します。では、登場時、はい、カード2枚ドローして、ベリアルバンデモンと、ではバンデモンエースを発揮します。はい、アルケニモン&マミーモンの、消滅時効果、トラッシュから、バンデモンキルトならレベル5以下のデジモンカード1枚をコストを支払わず登場できます。次のターンそのデジモンは消滅します。ということで、まあ、バンデモンエースを登場させます。ではバンデモンエース登場時効果、はい、します。トラッシュから、及川幸雄登場させて、これで1でお渡しします。じゃあ1でもらいます。ドロー。ではワームモンを前に出します。はい、ではメインフェーズ開始時大好き&Kの効果、手札から V モンかワームモンを登場コスト支払って登場できるので、手札から V モンを登場させます。はい、では効果でデジモンが登場したのでシャオモンの効果1枚ドロー。はい、V モンの効果、手札のフリーカード、リノビーモンを捨てて2枚ドローします。2枚ドロー。はい、では、ウィズダムトレーニングを切って進化コストマイナス2、紫に進化するとき進化コストマイナス2、0コストでシェイドラモンに進化します。はい、シェイシェイ1枚ドロー。じゃあシェイシェイの効果、手札か
違う、トラッシュから進化するか直列進化を選べるんですけど、まあ、いないの、いないよね、いない、いないので、まあ、効果は空振りで。では、V モンを2コストで燃え上がる雪フレイドラモンに進化します。1枚ドロー。ではフレイドラモンの進化時効果で直列進化する効果を与えます。はい、では早速使っていこうかな。ではフレイドラモンとシェイドラモンで直列進化で、はい、直列進化1枚ドロー。進化時効果、トラッシュかラーフリーラーフリーのデジモンレベル5以下のデジモン1体登場することができるので、ファイルドラモンも登場させます。はい、でリノミーモンの効果で登場したデジモンを速攻付与してアタックすることができるんですけど、まあここはアタックしないを選択します。はい、で効果でデジモンが登場して、あのジョブレス効果がリセットされたシャモの効果もう一度ドロー。うん、そして、ターン終了時プレイドラモンの効果でファイルドラモンとリノミーモンで直列進化。はい、インペリアルドラモンドラゴンモードに直列進化1枚ドロー。進化時効果、直列進化しているなら相手はデジモン1体選んでそれ以外のデジモン全て焼き払います。ではバンデモンエースを指定してマミーモンを消滅させます。はい、ではマミーモン消滅時効果の前に一応こっちの攻撃宣言までが、あ、そうだね、じゃあどうぞ。でその後進撃できるので進撃でプレイヤーにアタック宣言します。でアタック時効果、パワープラス2000してファイターモードにコストを払って進化できるんですけど進化はしません。はい、ではマミーモン消滅時効果、はい、します。トラッシュからでは、今場にいない、アルケニモン&マミモンを登場させます。はい、では、そのアタックは、まあ、どうせ消滅しちゃうからね、バンデモンエースでブロックします。はい、では、消滅時オーバーフロー、メモリーマイナス3、はい、そして、バンデモン記述のカードが消滅したんで、雪をひねってメモリープラス1。はい、これでまたターン1で、はい、うーん、ターン1返ししたかったんだけどな。では、3コストで V モンを登場します。はい、では V モンの登場時効果、手札のフリーカード、シェイシェイ切って2枚ドロー。これで、2でお返しします。はい、では、2でいただきます。その前に、相手ターン終了時、及川幸男を、消滅させることで、トラッシュからベリアルバンデモンを登場させます。登場効果あるけど、今トラッシュにバンデモン名称のカード5枚ないので効果は発揮しません。はい、ではこれで2でいただきます。アクティブなしのドロー。では、まあ、ワグオン前行きましょう。まあ、そうだ。で一応このインペ、道連れとパーティションを持っているので消滅するとレベル4、2体湧いてきます。うんうん、あ、それは問題ないです。なんだって、うん、次のちょっと代券がめんどくさいのでここはしょうがない。5コストを支払って、ルイモードに進化します。ルイモード進化時ワンド、相手のターン終了時まで相手の場に DP-5000 の効果をかけてこれで3でお渡しします。じゃあ V モン取られます。アクティブ&ドロー育成代券で代券だ代券ここで出せないのきついな。出しても得意じゃん。そう、登場時効果、登場したことにはなるんだけど、登場時効果着地しないと発動しないんで、まあ、ここはもちろん大剣効果使いません。しかも次、ルイも来るんでしょ？ルイのアタック時効果もあるんでしょ？めんどくさ。では、ドラゴンモードでプレイヤーにアタックいきます。アタック時パワーをプラス2000して、この時、ファイターモード、ドラゴンモードの効果、コストを支払って進化できるので、ドラゴンモードを2コストでファイターモードに進化します。1枚ドロー。進化時効果、進化元の相手がこの以下のデジモンをデッキ下に戻すことができるので、ルイモードをデッキの下で、はい、押しなきゃね、さすがにもう開始打たせたくないんで。で、ファイターモード、ファイルドラモンの効果で、2点チェックになったので、5万プレイヤーに2チェックで1万2000上がった状態で、1万5000で2チェック。で、マイナス5000かかってる状態だから、1万。1万。1万で2チェック。頼む。ベリア。1万3000。あー、パーティションバトルでは出てこないぞ。そうだよ、しかもオーバーフロー4だから3で返すよ。で、アナログの少年ひねってメモリプラス1だけして2で返すよ。はい、2で返すよ。いや、でもルインいるよりマシっしょ。では、リカバリされるし、次入ります。いやー、そう、ファイターモードになるのは強いんだけど、こいつ青緑だから、あの道連れとかの効果全部不獲得になっちゃうんだよね。アデラボスで、アデラボスに2チェイシも使ってないから。 OK、 ガリッ、ワンドロー。じゃあ、ここはバクモン DP2000 でセキュリティ1点をお願いします。受けます、チェック。ワンモンも2000。消滅しなかわ。バクモンで、ワンドロー。嬉しそうだ。カメラモンの効果で、ワンドローして、じゃあ、ベリアルバンドモンを返します。はい。では、アルケニモン登場させるとき、アルケニモン&マミンモンを消滅させることで、登場コストマイナス3、3コストで登場します。はい。では、登場時、5枚オープンします。その中の、紫のカード2枚を破棄できるんで、ベリアルバンドモンと、ここはクリアス、ポリモンを破棄でいいかな。はい。これは、スキャッターモード、バケモン、バクモンの順番でデッキ下に戻します。はい、では、アルケニモン&マミーモンの消滅時効果、トラッシュから、では、バンデモンエースを、またお前か、バンデモンエース登場時効果で、トラッシュから、では
及川幸雄という幸雄で1でお返しします。まさに飛んでくるターンもらいます。アクティブ&ドロー。まあね、あの育成も揃ってないからね、動けないと思ったらそれは大いなる間違いだよ。じゃあ大好き&剣の効果、手札からメインフェーズ開始時にワームモンか V モンコストを支払って登場できるので新しいワームモンを登場させます、はい、ではワームモンの登場時効果、トラッシュから昆虫かフリだったかなを進化コストマイナス1で進化することができるので、トラッシュに落ちている CC ドラモンに、進化コストマイナス11コストで特殊進化します。1枚ドロー。ではチェリードラモンの効果、トラッシュからワームモンか V モンをベスト上で登場できるので、ここはワームをもう一回登場させます、はい、でこのワームの登場効果をもう一度発動します、進化コストマイナス1で進化できるので1コストで、シェイドラモンにちゃんと紫だから大丈夫だよね、進化します、うん、1コストで1枚ドロー。ではシェイドラモンの進化時効果で序列進化することができるので、では、シェイドラモンとシェイドラモンで序列進化します。はい、これが本当のシェイシェイだ、シェイシェイだ、シェイ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 ドラモン、シェイ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 。ではここは、ファイルドラモンに直列進化します。1枚ドロー、はい、進化時効果、トラッシュからディノビームを1体蘇生できるので、ここはもう一回パティション用かな、ディノビームを蘇生させます。で、メモリが1でターン終了なので、ターン終了時シェイドラモンの効果で直列進化できるので、ディノビームとファイルドラモンで直列進化、インペリアルドラモンドラゴンモードに進化します。1枚ドロー、はい、ドラゴンモード直列進化で効果、相手はデジモン1体選んで、それ以外のデジモン全て消滅させてください。バンデモンエースを消滅させます。はい、じゃあオーバーフローでメモリーマイナス3、そして、雪をひねってメモリープラス1、はい、1になりました。でその後進撃までが一応ごめん効果だね。で進撃アタックするときに効果で2000バフをかけて、ファイターモードがあれば進化できるんですけど今は進化しません。ファイルドラモンがいるので、打点がプラス1なので1万4000通チェックでアルケネモンでブロックします、はい、アルケネモン消滅効果、はい、します。トラッシュからアルケネモン&マミモンを投入させます。うん、なかなか盾殴らせてくれないね。では、1コストでプチメラモンをウッコモンに進化します。1枚ドロー、はい、では3コストでワームモンを登場します、はい、ワームモン登場効果3枚オープン、アナログシェイドラファイル、ファイルドラモンを手札に加えて残りのカード、ファイルドラモンを手札シェイドラモンを吐きアナログを下に置いてターン終了、はい、では、相手ターン終了時及川幸雄を消滅させることによってトラッシュから、では、ビギナルバババババデモンを登場させます。はい、ではこれで3でいただきます。はい、ドボン、あの状態で言うとファイター怖いな、ちょっとファイター怖いんだよな。ファイター記憶症になってるよこの人。ではファーストも前へ移動しましょう。はい、あとここね、殴らないことには始まらないんでね。ファイターで、いや違う、このドラゴン出てくるんだよな出てくるんだよなあいつ。まあでもここはしかもアナログも発揮するんだよな。そう、あとドラゴン殴りましょう。ドラゴンにアタックします。はい、9時、自分のデジモンかテーマ1体を消滅させることでアクティブ状態の相手のデジモン1体を消滅させる。この効果で相手のデジモンが消滅しなかったら相手のテーマを1体消滅させます。まあここはまあ消滅できちゃうんで、ここはもう使わない、アナログましょうね。消滅させる、自分のテーマをやけるの。そう、自分のテーマ、自分のデジモンかテーマを焼くと。なるほど。でワウモンを消滅させて、消滅、縦1枚吐きですね。何かな、ウッコモン。でこのまま1万3000で上からアタックします。ウッコモンがドロドロ溶けていく。さあ来い。では、カウンタータイミングで、うん、ドラゴンモードを、0コストでファイターモードにエースに進化します。1枚ドロー、はい、進化時効果、進化元が1、2、3、4、5、6、7枚なので7枚間のデジモンベリアルバンデモをデッキの下に送ってください。はい、でバトルが不成立。ではこのままパスクモンでセキュリティ1点お願いします。これは受けます。チェック、ウィズダムトレーニング。しないんかい、承知しないんかいお前。そうだな2コストで、ではアナログの少年、はい、使います。12、3、ビリヤードバンドも回収します。はい、残りはさっきで、はい、では6コストを払ってベノムインフューズを使います。なんだけどね、手札から、デジモンカード1枚破棄することで、破棄したデジモンのレベル以下の相手のデジモン1体を消滅させます。この効果でバンデモン技術のカードを破棄したら2ドローします。はい、で今レベル6のファイターモードを消滅させます。はい、じゃあ消滅して効果耐久で、はい、でこちら2枚ドローします。はい、で両方でオーバーフロー4で1位、はい、で、アナログの少年ひねってメモリプラス1で、ディノビーモンの進化元の効果のパーティションの効果の前にシェイドラモンの効果、うん、手札からワームモンか V モンをレスト上、パーティションが先じゃない、
離れるときに離れる前とか、多分前か、じゃああれか、シェードの効果使えないか、使える、使えるか、使える、進化モードはなくなっても使える、デジタデジモンの一番上がなくなったらふわっとするけど、ああそうなんだ、そうだ、ではまずパーティションの効果、レベル4の赤と紫がちゃんといるので、シェイドラモンとシェイドラモンを出します、はい、で進化モードにあったシェイドラモンの効果で、トラッシュ違う、手札から V モンカはもう出せるので、手札から V モンをレスト状態だっけ、うん、レスト状態で登場します。ちょっと山がやばいので、その V モンの効果は起動しません。はい。ではこれで2でお渡しします。2でもらいます。アクティブ&ドロー。ウッコモン前に出します。では、ウッコモンの効果で、育成エリアからデジモンが移動したとき3枚オープンして、1枚を手札に加えます。大剣、アナログ、ディノビ、大剣キャッチして残り茶に送ります。はい。で、その後育成します。メイン開始時、大剣&剣の効果、手札から、ワームも出すと無理やり強制的に山削られるんで、ここは V モンを登場させます。はい。ここが通しません。メイン開始時、ワームに進化します。1枚ドロー。殴れるのが一応4体か。まあ普通にまず、ディノビーモンとシェイドラモンでジョブレッジ進化で。うん、で、ここは、ファイルドラモン1枚ドロー。進化時効果でトラッシュから、ディノビーモンを蘇生させます。はい、ファイルドラモン8000で、プレイヤーにアタックで、ここ飛んでくれるといいな。飛んだら V モンが飛んでくるけんな、今度。チェックします。はい。1万3000。じゃあ、ファイルドラモンが消滅した時の効果、の前、シェイドラの効果もあるわ。シェイドラモンの効果、手札からワームから V モン出せるので、レスト状態でワームを登場します。はい。確かに。ワームの登場効果3枚。1、2、3枚見て、フリーがキャッチできるっけ？フリー。赤か紫のフリーしかキャッチできない。フレイドラモンキャッチで、残りは対象外なんで、デッキ下で。で、ファイルドラモンの消滅時効果で、トラッシュから V モン1枚こそ支払って登場できるので、トラッシュから V モンを、登場させます。効果は使いません。じゃあ V モンでプレイヤーにアタックで。チェックします。はい。4000です。4000飛びます。では、2コストでフレイドラモンに進化します。1枚ドロー。はい。進化時効果でトラッシュから2コストで、シェイドラモンに進化します。はい。1枚ドロー。で、シェイドラモンの効果でファイル、フレイドラモンとシェイドラモンでジョグレス進化します。はい。ディノビーモン1枚ドロー。ディノビーモンの効果でトラッシュからフリーのデジモン1体を登場させることができるので、ではファイルドラモンを登場させます、はい、でこのデジモンで、速攻獲得してプレイヤーにアタックすることができます。で そのままプレイヤーにアタックできるだからアタックします、うん、ファイルドラモンでは8000でプレイヤーにアタックで中止します。8000です。ではファイルドラモンと消滅時効果、トラッシュから、V モン登場させます、はい、でターン終了時待機中のフレイドラモンとディノビーモンでディノビーモンとディノビーモンでジョグレス進化で、ドラゴンモード1枚ドローで、ドラゴンモードでプレイヤーにアタックで、あ、違う、ドラゴンモードでプレイヤーにアタックで、はい、あれこれウコも殴ってたら勝ってたんじゃね、チェックします。バックモン2000です。で、端白です。はい。では、トラッシュ何枚ですか。トラッシュデッキ何枚ですか。2枚。2枚だね。じゃあこれで進化で終わりだね。では番もらいます。ドロー育成入ります。では最後コストで、キコデビモンに進化します。進化時、はい、バンドデッキ入れとけよかったな。やべ、なんかウコモン大事にしすぎてウコモン殴るの忘れてた。あー、このプリズムを活かせるか。さすがにちょっと厳しいから。盤面は1,2,3,4,5,6、6体。2個セットできた、投げれるけど出したところへ。縦ゼロか、しんどいな。まあここで殴ってもファイターが飛んできそうではあるんだけど、まあ殴らない理由はないので。まあそうですね。まあこの状態だと思う。うん、まあまあ、うん、いや、この中で勝ってないんですよ。あ、そうそうそう。もう、1枚しかないんだ。勝っちゃうんですね、ファストで。もう殴るしかないんだろ。セキュリティ行くぜ。じゃあ、カウンター与えに行く。くそー、結構、大体だけ知らねえ。どっちにしろ知らなかった。ニコスト。え、あればよかったな。カード大事にして。くそー。しんどいよ、これでいくだろうと。2はあるんだよね、メモリストギア。2はね、勝手に2個差あるか。では、マミーモン登場するときに、アルケリモン&マミーモンを消滅させて、3コストで登場します。はい、登場時、2ドローして、来た、あ、ピコモンとマミーモン配置します。はい、では、アルケリモン&マミーモンの消滅時効果で、バンデモンエースを登場します。バンデモンエース登場時効果で、もう何回やったんだこのくだりっていう、及川幸男登場で、これで3で、はい、では1でお渡しします。1でもらいます。アクティブ&ドロー。ウクモンの子が、あ、ワンも前に出します。ウクモンの子がオープン、キャッチ。さあ、山根、このチャンで殺さなきゃ負け。さあ、なんもないよね、なんもないよね。
け、いけ、ほら、では、ファイターモードで、ファイターモードで、ドラゴンモードでプレイヤーにアタックで。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。これは勝てる。ちなみに、ファイターエース進化してたら、ベノムインフュージョン投げて、ウックも焼いて、うまく出たと思われた。怖っ。あのね、ファイターモードデッキ2枚しか入れてないから。あ、2なんだ。そう。全部いった。全部使い切ってた。こんだけテーマあったらハイブリッドありだな、ちょっと。そこにたどり着くやつ。はい、という感じで、今回は大剣を入れることによって、直列進化しやすくなったのと、シンダノワームもね、ちょっと騒がれてたんですけど、このシンダノワームもトラッシュにシェイドラモン、プロモのシェイドラモンがいると、シェイシェイしながら、1コストで進化できるんで、1コストあればもう動けるようになるんですよ、横に展開できるんで。うん、偉い。というギミックができるようになったおかげで、ドラゴンモードで殴りやすくなったのと、そのドラゴンで殴り切った後に、ね、まあ、何回かやったけど、ファイターモード構えとくと、多分ほぼ最低7枚くらいは獲得できてるんで、うん、やめな。構えれるんで、そう、ドラゴンで2チェックして殴り切って、ちょっと今日パンチ力弱かったんですけど、こいつパイルドラゴンの効果も獲得できるんで、2チェックを2回できるようになるんですよね。なるほど。そう。V モン2体とか一番、無理。V モンは紫のデジモンがいないといけないから、こいつ単体だと無理。だからもう1体横に紫が並んでればって感じか。そうそうそう。で、まあ、なんだろう、ディノビーモンのディレイとシェイドラモンの消滅時効果を合わせて同時に3体湧いてくるんで、やられても構造が強いよっていう感じになりました、今回。気持ち悪いな。何を言っていいの？なんで気持ち悪いんだ。点が減らねえ、マジで。そうだね。消滅時効果じゃなくてもパーティションでね、得られるから。いや、強いな、インペリアルドラモンやっぱ。かっこいいよね。という感じのデッキでした。はい。ヨル君のバンデモンは？バンデモンは、まあ、見ての通りでした。割と、あれけにマミーもすごい悪いカードですね。3コスで完全体2体出てくるのは、まあ普通に強いんですよ。うん、そう。で、テーマーもさ、で、消滅してもテーマー貼れるしっていう。そう。なんか綺麗にベリアルだけ取れたからよかったけど、取れないデッキだったら、これ悪夢だよね、普通に。毎回完全体と究極体が。まあ、そのマミーモンか、アルケイモンの数だけ、バンデモン、今みたいにその、アルケミマミー爆破して出して、さらに爆破したアルケミマミーが、まあそのバンデモン、そう、姿勢バンデモンが勢いつってきて、で、バンデモンが死ぬこと確定してるから、ベリアルが確定で、相手ターン終了時に安全にベリアルが出てくるっていう。そうすら尽きないのがやっぱでかいですね。偉いね。まああと、ちょっとプレミして殴れば勝ってたのに、ウッコも殴り忘れてたんですけど、まあこのウッコ入れてる理由は、大吹き&剣をこの時キャッチする手段がないので、まあヒッツパーツと大剣をキャッチするためにウッコも採用しました。うんうん、あとね、やったけど、シャワモン大剣でワンドロー毎ターン入るの偉い。シャワモンいいよね、やっぱ。シャワモンいいよね、わかる。シャワモンの良さが、わかる。はい、というわけで、こう、ゼロツーのね、主人公サイドとこの敵サイドのね、戦いだったわけですけども、ちょっと闇落ちしながら戦ってみたけんな、こっちは。いや、最後はちゃんと。最後はね、正義の心を取り戻したからね。そういうか、そういう、あれそういう、テーマステーマ、ストーリーだっけはい、この対戦が面白いと思った方は、高評価、高評価グッドボタンでいいんだよね。チャンネル登録グッドボタン。そう。お願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。バイバ